おはようございます。ここは幻の西武新宿駅こと新宿駅のルミネ口東口でございます。今日はね、大回りに行くんですけれども、今回大回り、ただの大回りではございません。1日に2回もね、大回りするんですね。これ前代未聞です。しかも今回の運賃が2840円。大回りって普通140円で行けるんですけどね、今回はお金をかけて卒業記念ということでね、大盤振る舞いをして、大回りをしていきたいと思います。今回使用する切符は、まず新宿から代々木の140円分、代々木から新宿、八王子から新宿の B 特急自由席券、新宿から八王子の B 特急自由席券 と大船から東京の踊り子の B 特急グリーン券でございます。今回はすごい切符使いますからね。こんなに切符使う大回り初めてですよ。あ、こっち IC だった。それでは早速ホームに上がっていきましょう。撮影当時2018年とかなり古い映像ですので、今はなきスーパーあずさ号の姿が、廃止からたった3年、いやもう3年、懐かしいなと編集時の私が思いにふけっているうちに、新宿駅を帝国で去っていきます。で、今回の旅のトップバッターは、新宿8時30分発、特急あずさ7号、松本ゆきです。序盤から特急課金しちゃうぜ。これまで頑張ってきた中央ライナー、青梅ライナーの券売機も、おそらくこれでお役御免となると思うんですけれども、もしかしたら座席未指定券とか指定席券の券売機もまた生まれ変わるんじゃないですか。まだ全然当たれそうですからね、おそらくどこかでまたね、第二の人生とかそういうのを送ると思いますよ。中央ライナー、青梅ライナーの乗車口もこれで見納めとなります。号数の付番のやり方も変わったんでしたっけ。すべてが懐かしいぜ。この3年でここまで首都圏の特急が変わるとは思いもしませんでしたね。劇的すぎる。ここだけの話、まだ撮影当時鉄道系のクリエイターがあまりいなかった時期ですので、たった3年前とはいえ、そこそこ貴重な動画なのではないかと思ったりしてます。と言ってたらやってきました、 E257系の特急あずさ。今回の乗車が今のところ人生最後の E257系あずさに乗った経験になっています。僕の暑さといえばやっぱりこの257系のイメージが強いんですけれども、これももう引退って考えるとちょっと考えにくいですよね。こんなに現代的にかっこいい車両がもう引退ですよ。なかなかちょっと実感が湧かないんですけれども、とにかくこれが人生最後のこの定期のあずさ号の乗車になるということは、この257系で運転されるね、これはもう確かなことです。それではドアが開きましたので乗車していきます。座席は一昔前の東日本の特急によくある座面とリクライニングが別々に動くタイプの座席です。また後で詳しくご紹介します。さあ、いよいよ長い長い大回りの始まりです。列車は帝国で新宿を出発しました。それでは車内放送をしばらくお聞きください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急あずさ7号松本行きです。途中三鷹
立川、八王子、大月、勝沼不動明、天津、山梨、三沢沖、大津、藤沢、地の臭いですね。本日は岡谷塩尻駅まで自由席は3号車から5号車グリーン車は8号車の一部。先ほど映像が乱れましたが、それはそれとして列車は朝日を浴びながら西へ進路を取り、一路八王子へと向かっていきます。中野駅あたりを通過。座席の詳しい紹介です。テーブルはごく普通の大きさで、たまにある、手前に引き出す機能はありません。鉄、バーン。テーブルとは別に、ドリンクホルダーも完備。これはありがたいですね。ダイヤ改正直前ということもあってか、自由席の廃止と、座席に指定券の案内が、背面ポケットに刺さっていました。座席の紹介です。先ほど軽くしましたが、もう少し詳しく解説します。座り心地は、適度に硬く、それなりに充実している設備とともに、居住性は悪くありません。また、この座面、スライド機構が良い仕事してますね。ここに関しては E353 系の座席よりも優れていると思います。そんで、洗面台。白い外観とは裏腹に、どこぞの音速特急よろしく、メタリックな仕上がりになっています。そして、この頃の東日本特急にありがちな温度調節のつまみ。スーパーデュオドリコにもありましたね。そして、忘れちゃいけないトイレ。ここは外せません。様式はこんな感じ。意外にもエメラルドグリーンを基調とした内装ですね。やっぱりソニック感が否めない。映像では窮屈に感じるかもしれませんが、実際乗ってみるとそんなことはなく、気持ち広く感じます。ここからは南下し、一路、大船駅を目指します。というか、この103系の描かれた行灯、一体いつから使用されているのでしょうか。あ、どうせ、3駅ぐらいだな。いやね、参っちゃいましたよなんかね、忘れ物しそうだなと思ったらね、携帯忘れてきちゃったよ。どうしよっかなと思って、いや、参っちゃったよ。どうしよっかな。まあ、ロックかかってるから大丈夫だと思いますけど。なんと車内で大事なスマートフォンをなくしてしまった筋肉鉄道。しかし次の相模線に乗らなければこの旅最大のイベント踊り子号の乗車に間に合わない。早くもここで旅は終わってしまうのか、それともこのまま旅を続けるのか、運命の選択肢が彼の身を襲う。次回
鉄道旅機構南関東ブルジョア大回り編第2話 R27。 さーて、この次もサービスサービス。